はい、こんにちは、コーチです。コーチ指圧マッサージメソッドコーチです。本日も動画レクチャーをご覧いただき本当にありがとうございます。はい、9月からですね、コーチは、あなたのご希望があれば施術をします。コーチメソッドで施術をしていくので、もしですね、そういうご希望があればですね、ウェブサイトの方から、もしくはですね、メッセンジャーの方から私にメッセージをください。あなたと条件が合えばどんどん施術をしていきます。あなたのもとに直接伺いますのでですね、楽しみに待っておいてください。さあ、今日もちょっとテーマにいきたいと思います。今日はですね、人間の体の中で特に重要な部分をちょっと考えていきたいんですけども、コーチメソッドとしてはですね、結構こう気とかエネルギーとかっていうものを使うんですね。でそれっていうのは本当にもう目に見えないものではなくて、ちゃんと例えばあなたが気を私から受けたら、ちゃんとこう力が入るとか実感が湧くんですよ。そういうテクニックなんですけど、じゃあどこが一番大事なのかを今日テーマにしています。まあ答えから先に言うと、ちょっとここです。よく見てください。ここ、鎖骨がありまして、でここに胸骨がありますよね。で胸骨の一番上、ここ第一肋骨といって胸椎一番になります。でこの胸椎一番と胸椎二番のこの間、ここすごく大事です。ここ人間のエネルギーが、ここから入ることが多いですね。だからあなたはもしですね、コーチメソッドを学びたいという時にはですね、特にこれセミナーでもやるんですけど、この部分を非常にこう意識するといいと思うんですよね。はい、今日はですね、コーチメソッドのお話になってしまいましたが、人間の体の中にそのエネルギーとか気はどこから一番入りやすいのかということでですね、独自の視点から考えてきました。ここですね、ということです。次回またですね、このコーチメソッドの動画セミナー楽しみにしてください。今日は以上です。では